皆さんこんにちは。今回の昭和一丁目一番地は昔懐かしのテレビ番組ネルトン紅クジラ団です。ご存知の方も多いと思いますが、今ではもう知らない人も増えてきているのではないでしょうか。一般人から芸能人までがこぞって参加し、その番組から本当にカップルが誕生したり結婚したりなど、あらゆる伝説を生んだ人気番組。そんな懐かしくも、これやばいんじゃないの？なんて言わせてくれる当時の思い出も一緒に振り返っていきますので、ぜひチャンネル登録をして楽しんでください。では早速行ってみましょう。フジテレビ系列で毎週土曜日に放送していたネルトン紅クジラ団、よく工芸団と読んでしまう人もいるようですが、正しくは紅クジラ団です。こちらは夜の11時から11時半までの30分構成で放送されていたのにかかわらず、かなりの注目を集めていた珍しい深夜帯の人気番組でした。司会はトンネルズの2人、石橋貴明さんと木梨憲武さんで、構成ジェネラルディレクターはテリー伊藤さんの芸名でも知られる伊藤輝夫さんでした。実はこの紅クジラ団というのは、ネルトン紅クジラ団の前番組として放送していた上海紅クジラ団が行くという片岡鶴太郎さん司会の番組名から取られたもの。タイトル名を引き継いだ番組でしたが、ネルトン紅クジラ団ではその趣旨が全く変わり、集団お見合い番組として生まれ変わることになったのです。そしてこれが大ヒット、まさに爆発的なヒットとなり、平均視聴率はこの時間帯にかかわらず 17.3%、 最高視聴率で 24.7% を記録します。高視聴率番組となったネルトン紅クジラ団は、当時同じく高視聴率番組だった恋のから騒ぎと競り合う形となり、1994年4月の番組終了時までずっと視聴者の視線と人気を呼び続ける伝説的番組として生まれ変わります。でも内容が集団見合いパーティーですから、その中でも様々なハプニングやエピソードが生まれ、中にはちょっとやばいんじゃないのこれと言われるものまで、数多くの伝説を同時に築き上げたのも本当のこと。番組ナレーションは声優の皆口優子さんが初代を務めていました。毎回週替わりゲストとしてトンネルズと関わりのあった有名芸能人、また恋愛そのものに興味を持つ著名人、芸能人たちが呼ばれ、一緒に放送を見ながら番組を楽しんでいましたね。昭和に生まれたこの番組でしたが、平成にかけても人気が衰えず、その後もいろんな分野でこのネルトン紅クジラ団のエピソードや伝説をもとに、さまざまな話題、スピンオフ作品のような番組も放送されてきました。主に恋愛を扱った番組内容でしたから、横広がり縦広がりでいろんな人から興味が集まるのは想定しやすく、その点でオマージュ作品が生まれるのもやはり納得できるところですね。そして番組を構成するのは一般素人でした。公募で番組に呼び集められ、その素人ながらのやらせなしの演出で、集団見合いパーティーを積極的に盛り上げていきます。男性陣、女性陣に分かれ、番組が用意し、企画した様々なデートコースを共有し、そこで気に入った男女同士がお互い身近に近寄り、まるで恋人のように温かいひとときを過ごします。番組冒頭では、男性陣、女性陣一人一人の自己紹介がなされ、そこではこれまでの生い立ちや将来の夢、好きなタイプ、趣味などが公表されます。またそこで紹介される傍ら、彼女いない歴何年、彼氏いない歴何年と今でもよく聞かれるフレーズも一緒に公表されて、出演者としてはかなり恥ずかしい思いをした人もたくさんいたことでしょうね。そして自己紹介が終わると、目の前に用意されたフリータイムの時間に突入していきます。このフリータイムの中で男性陣は自分が気に入った特定の女性に狙いをつけ、その人とのセッションを狙っていました。また季節に合わせた環境設計などもなされ、バレンタインならそれなりの遊戯場や設備が用意され、また年末年始なら女性は着物を着たり晴れ着を着たり、いろんな形でお互いをアピールし合います。
食事や遊びはもちろんのこと、この番組ならではのいろんなツールが盛りだくさんの形であふれかえっていました。そして時間が来ると、また男性陣、女性陣に分かれ一列に並び、男性から女性への告白タイムが始まります。このようにサイド A、サイド B にフェーズが分かれた形での構成でしたが、その間に男性陣、女性陣ともに個別でいろんなチェックがされたりもします。これがあの高さんチェック。その人の性格や趣味思考、生活歴や将来の夢はもちろんのこと、あまり人に言えない性癖や隠れた趣味なども聞かれたりしながら、核心に迫る形で好きなタイプを念入りに追求されていきます。これも視聴者にとってはとても大きな楽しみになっていました。そして今でもよく使われている彼女いない歴何年という流行語にもなったこの言葉ですが、このワードは実はこのネルトン・ベニクジラ団が発祥ともされているこの番組ならではの産物だったのです。またツーショットという言葉も変わらず今も昔も使われてますが、この言葉も本番組から生まれた俗語とされているようです。基本的にツーショットというのはカメラフレームに入った2人を指す言葉です。その意味でトンネルズも使っていたのに関わらず、この番組内容からツーショットが男女2人でいるその光景を指すものだと多くの視聴者が認識してしまい、それからツーショットといえば男女のカップルを指す言葉として定着してしまったようなのです。さらに不定期の形ではありましたが、芸能人が一般人の代わりに参加するベニクジラ団もあり、芸能人ならではの秘話なども楽しみに見る視聴者も増え、かなりの人気を博す形になっていました。皆さんは柳沢慎吾さんをご存知でしょうか？柳沢慎吾さんもこのベニクジラ団の芸能人大会に出場したことがあり、そこで告白したその女性に振られたことで、あるセリフを吐き残し、そのセリフが先でご紹介したような流行語のようになって定着したものもありましたね。そう、それが一時期彼の代名詞にもなったあの、あわよでした。これは彼なりの決め台詞として生まれたものでしたが、多くの芸能人をはじめ一般人もいろんな場面でそれを真似するようになり、別の意味でこのあわよが使われる傾向も生まれたわけです。また告白する時の決め台詞では、一般素人の出演者からも多くのバラエティに富んだ面白いセリフなんかがありましたね。僕の気持ちは君に直角行、これはスキーシーズンに放送された回で、ゲレンデをバックに男性から女性に告白する時に使われたホットなセリフ。その他にも、うちに味噌汁を作りに来て、や君は僕の天使、もし付き合ってくれたら僕にとって君はミカエルになるよ、などちょっと恥ずかしいセリフもその楽しい雰囲気の中飛び出したりもしてました。またちょっと変わったセリフ、いやかなり面白い告白の言葉としては、うちの豚全部お前にやるというのがありました。これは養豚場を経営していた人の決め台詞で、番組出演者ともにテレビを見ていた人も笑っちゃったものでしょう。また人気漫才師であるナインティナインの岡村隆史さんですが、彼もこの番組に出演されたことがあり、この番組がきっかけで東京での仕事が増えるようになったと、彼自身が回想している傍ら、トンネルズとの共演が少しずつ増えた経過もありましたね。また CM ソングなどをはじめ人気歌手として知られていた高野博さんは、虹の都へという彼の持ち歌がこのベニクジラ団で何度か起用され、それで改めてまた人気を呼ぶ結果となり、オリコン初登場で週間2位を記録するという爆発的ヒットにもつながったのです。素人公募については当時も数多くの一般人が本当に多く呼び集められ、今とは違い当時は一般人があまりそうした出演できない番組が多かったのもあり、その点でも人気を博す大きな土台になっていたのは間違いありません。そして若者に多く見られた恋愛結婚事情ですが、これは実は現代とあまり変わっていません。独身者がうなぎ登りに増え始めていたのもこの番組が盛り上がるきっかけにもなっていました。
今結婚していない人なら誰でも応募できるというテロップが標語のように番組の頭上に掲げられ、それを見て自分のパートナー探しに全力を持って挑む人も多くいましたね。ですが、この番組に出演するとたとえ一般人とはいえ、そのプライベートがある程度明かされることにもなっていきました。石橋さんのいじめのようないじくり回しの餌食とされる人も多く、それも笑いのネタとして番組の醍醐味になっていきます。そして話を少し戻して、告白タイムでのハプニング、男性女性が一列に向き合って並んだ後、男性から女性への告白タイムが始まります。男性は先ほどのフリータイムでもご紹介したように、この人と目をつけた特定の女性一人の目の前まで行き、そこで自分の気持ちを伝えて告白します。この時でもボソボソした告白や大声での告白、ストレートでかっこいい告白のスタイルなど、人によって様々なバリエーションがありましたね。そしてここで今でも有名なあのフレーズ、ちょっと待ったコールが鳴り響くことになります。そう、その男性が告白した相手の女性を複数人の男性陣が好きになっていた場合、ライバルが現れ、ちょっと待ったとその告白タイムを邪魔しに来るのです。例えば3人の男性が1人の女性に集まる場合、その3人の男性はそれぞれ自分の気持ちを告白した後、その女性の前に手を差し出す形になります。このちょっと待ったコールもかなりの緊張を呼んだものでしたね。来るか来るかと思っていたら、やっぱり来たと先に告白したその男性から見れば、かなり嫌な響きに聞こえたのは間違いないでしょう。そしてここでもう一つ、大どんでん返しというあの有名なフレーズが生まれることになります。それまでフリータイムを通してとても仲が良く、絶対くっつくと思っていたその二人が、いざ告白タイムで告白した後、ごめんなさいの女性の一言で全てが終わってしまった。そうなってしまった時に、この大どんでん返しという響きで、石橋さん、木梨さんのどちらかが天高く声高らかに叫び上げる結果に。そしてこの大どんでん返しはうまくいった時にも使われ、絶対結ばれない、くっつきそうになかった男女のカップルが、いざ告白タイムになった時、はい、こんな私でよかったらこれからもどうぞよろしくお願いしますといった形で、女性からの OK が出た場合、まさにどんでん返しの結末で、これが出ると番組では大きな盛り上がりとなったものでしたね。恋は盲目という言葉がありますが、これは当事者のことだけを言うのじゃなく、周りでそれを見ている人たちにとっても同じく言えた言葉だったのかもしれませんね。大体世間と同じく美男美女に注目が集まりやすかったこの番組でしたが、誰にでもシャイな気質があるわけで、その短時間のセッションで全てがわかるということは初めからないものですよね。これは1999年に番組が放送開始した相乗りでも同じく見られた光景ですが、恋愛だからこそその先の展開が読めない、全く予想とは全然違った結末になるというのが、この紅クジラ団でも多くの注目を集める的だったのでしょう。さてここから少し放送事故やハプニング、またこの番組が元となったいろんなヤバい流出エピソードについてご紹介していきます。まず有名なものが、1989年6月17日に放送されたこの紅クジラ団で、有名人ゲストは中森明菜さんでしたが、この回の放送中にテープが早送り、また巻き戻しになって暴走してしまうという前代未聞のハプニングが起きたのです。そのテープの暴走が止まらず、結局その翌週6月17日放送の分を改めて放送し直すという結果になりました。番組を見ていたら、いきなり報道特別番組によりやむを得ず番組を中断いたしました、ご了承くださいと黒い背景の中にいきなり白文字が現れ、これだけを見ても放送事故以外何者でもないというのが誰の目にも明らかでした。そしてその後少しだけ番組が再開されかけましたが、やはりテープの不調が収まらず、明菜さんが何度も登場する場面が映されたのです。これはディレクターをはじめ番組構成側のミスであり、とはいえ
予測不能だったそのミスでもあったので、対応が全くできず取り直しを余儀なくされた、かなり大きなハプニングの一つになるのでしょう。しかしまたその取り直した翌週の放送回で理想のタイプを聞かれた中森さんは、山崎努さんと答えるはずが、間違って宮崎努と答えてしまい、大きな反響を呼んだこともありましたね。宮崎努といえば、当時東京、埼玉連続幼女誘拐殺人事件の犯人として世間を騒がせていたその最中で、まさか彼女の口からその名前が出てくるとは、とディレクター番組側からしても本当に肝を冷やされた結果になったことでしょう。そして全く事実無根ではありますが、彼女のこの発言を受け、番組から視聴者の間でも震撼とした空気が生まれてしまい、本当に好きなのか、宮崎努と何か関係があるの、みたいな形で様々な都市伝説がその後生まれたこともあったのです。ですがその都市伝説は伝説ではなく、現実にとてつもない悲しい出来事を呼び起こします。実はこの放送事故から約1ヶ月後の7月11日、明菜さんが自殺未遂を起こすという信じられないニュースが報道されました。ファンにとっては思い出したくもない出来事、とても怖い体験になりました。この一連を未だに何らかの都市伝説として煽る人もまだいるようですが、宮崎努と彼女のプライバシーは当然何の関係もなく、またそれを伝説として結びつけるのは暴論以外何者でもありませんよね。結局当時の番組では何度か放送再開を試みたのですが、どうしても録画テープが言うことを聞いてくれなくなり、仕方なく当日の放送は打ち切り、来週まで先延ばしされることになりました。まさか心霊現象と噂する人も多くいたようですが、当時はこのような放送事故がどちらかというと頻繁に起きていたのもあり、テープの劣化や機材の不調というのが今のテレビ業界から見てもかなりの頻度で起きるのは仕方のないこととされていた様子なので、この放送事故も機材による必然的な事故として片付けられるのが妥当なところで、特別何かあったというわけではないようですね。ですがこのような形で有名人の好きなタイプを聞けるのもこの番組の大きな特徴、魅力とされており、自分の好きなアーティストの好きなタイプをこの番組を聞いて把握して、そのアーティストのプライベートを少しでも覗いた気になる、他の番組ではなかなか見られない大きな興奮剤になっていたと思います。さらに面白いハプニングとしては、出演するのがみんな素人男性女性ですから、番組構成をほとんど意識していないこともあり、それが思わぬハプニングにつながってしまうこともあります。複数の男性から同時に告白されようとした時、最初の男性が告白したその直後、告白される側の女性がその一番初めに告白した男性の手を握ってしまい、他の男性は目的を見失ってしまった、悲しい結果になったこともありました。これもまた素人構成だから見られるぶっつけ本番の飛び出しハプニングと言えるのでしょうか。また女性がその告白を断る時の理由に、自分の好きな芸能人に似てないから、顔が異常に赤いから、物を食べながら口を開けてるから、なんて変わった断り理由が飛び出すこともあって、これもちょっと面白い見どころになっていましたね。そう、この女性が断る時のセリフも本番組からかなり有名になったものもあったのです。話が合わなかった、価値観が少しかけ離れてた、一緒にいてもちょっと安心できなかった、などは普通によく言われる断り文句でもあり、このうちの合わなかったというセリフが番組から世間に浸透したこともありました。さらには世間の常識から見れば甚だ迷惑というより、出てはいけない問題ビデオがネルトン・ベニクジラ団の名前を冠して一時期インターネットのいろんなサイトで流出してしまうハプニングもあったのです。それはベニクジラ団でのパーティーからその後というタイトルで流出していたもので、男女のカップルがあられもない姿で愛の営みをしているその光景を延々ビデオに撮り、その光景の一部始終を一般視聴者に見せつけるというもの、これがまことしやかに流出していたのもあり、本当かと
目と心を疑った多くの視聴者もいたことでしょうか。結婚式の二次会をもじってそんなビデオが流出していた当時からの世情も踏まえ、あながち冗談ではないとそのサイトに釘付けになった人も多くいたとか。ですが、このようなビデオについては未だに立証された証拠などなく、おそらくやらせだろう、単なる愉快犯の仕業などの形で一応の終止符が打たれ、ベニクジラ団とは何ら関係ないという結論に至っている様子ですね。ですが、それから少ししてこの流出ビデオの類は全て消去された経過もあり、それが嘘だったと立証できる証拠もなく、こちらはこちらで今でも都市伝説的扱いになっているかもしれません。しかし、こんな形でネットハプニングにつながってしまうのも、当時のベニクジラ団の人気がかなり高く、未だに耳目を集める思い出の長寿番組として多くの人に認められている証拠になったりもするのでしょう。現在でもこのネルトンベニクジラ団のような恋愛をテーマにした多くの番組がありますが、昭和から平成にかけての当時ならではのハプニングや放送事故もあり、数々の伝説を生んだ人気番組としては、このネルトンベニクジラ団は特別な存在として今後も君臨し続けるのかもしれません。いかがでしたでしょうか。昭和当時には本当に面白い番組がたくさんありましたよね。少しでも皆さんのお役に立つことができれば幸いです。これからも視聴者の皆様に役立つ情報をどんどんお届けしていきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。